はい、皆さんこんにちは。レイナトゥーン坂です。エッチコムです。はい、ということでね、今もう周りは真っ暗なんですけど、ナバナの坂です。イルミネーションデートに来ました。イルミネーションが日本一、そう、すごい有名なんだよね、ナバナの里のイルミネーション。で、私たちは毎年来てるんだけど、なんか毎年ちょっとだけ変わったりするから、この動画でちょっとね、紹介したいと思います。はい、まずは食べますか。お腹ペコペコや。私はコロッケがいい。コロッケ1個と、チヂミ1個。はい、ありがとうございます。あんかけ、あごたこ焼き。美味しそうじゃない？はい、ありがとうございます。いただきます。うまそう。食べましょうか。うん、お腹減った。まずは、チヂミコロッケ。珍しいね、なんか。松坂牛コロッケ。三重名物でしょ？あとは、おお。いや、ちょっと良さがわからないけど、あんかけたこ焼き、松坂ビーフコロッケ、これがうまい。うまいけど、私はバカ人だから、なんか牛の違いがわからない。だから言ったじゃん、松坂ビーフコロッケでも新宿コロッケでもあんま変わんないよね。これは変わるよ。これが変わらないとわかんない。これが牛、これがシジミでしょ。じゃあ食べ比べてみよう。全然ちゃう。ちなみにドイツにコロッケがある？じゃがいもの揚げたやつはじゃあドイツにもあるよね。でもそもそもドイツに屋台とかある？あるか、クリスマスパーティーとか屋台。ああ、そういうのは。はい、何？2個食べようとしてるの。ごちそうさまでした。足りなかった。全然足りなかった。追加で3個食べよう。おー、ぜひね、ナバナの里に来たら食べてほしいものがこれ、安永餅のもう前菜と磯辺焼き、めっちゃうまい。いつもね、真冬に来るからもっと寒いんだけど、で、前菜が食べたら最高。めっちゃ体あったかった。はい、食べます。これが磯辺焼きと前菜、食べてみましょう。もっちもち、うまい。なんかもちが大好き。ドイツにもちがなくて初めて日本で食べた。そっか、で、海苔もないもんね。日本人は天才。知ってますよ。前菜、私前菜大好き。前菜もまたこれがなんか冬によく食べる。これがうまいのよ。これがカリカリ焼いてあるお餅が。完食しました。一瞬長かった。もう一セット、もう一セット食べたね。あのイルミネーション見に行って、でもう一回帰り道にここ通るから。なんかデザートを食べたかったらその時に食べます。行きますか。はい、ごちそうさまでした。映ってるの？すごい暗い。喋りながら景色を見せよう。顔を映さなくても。イルミネーションをお楽しみください。ベゴニアガーデンは入ったことないから、これも初めてだね。1人1000円だね、追加入場料。行きましょう。わお、すごっ、すごっ、すごない？何がいいかわかんない。タカ、はい、ベゴニアってどの花？
わからん、ね、これ全部ベゴニアなんじゃない？じゃないんでしょ。上の花もこれの花も違うし、どれがベゴニアなんだろう。わかんねえ。あれ花すごくないか、2メートルぐらいある。すごい垂れてる ね。 ね、これがベゴニアかもしれない。ベゴニアってどれでしたっけっていうことは、両方でした。あのこう立ってあるやつとハンギング、垂れてるやつ、垂れてるやつ、両方ともベゴニア。なんか書いてあるじゃん、原産地が南米アンデスの高山地帯のため30度以上の暑さが嫌いです、年間を通して昼25度27度になるように管理してたって。あれはサッカーの一番好きな温度でしょ。そうだね。俺ベゴニアと一緒に暮らせるかもしれない。めちゃめちゃ可愛いよここ。花1個いただいてもよろしいですか？すごいね、なんか花の売店みたいな、ね、超かわいいじゃん。サボテン、サボテン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 、ベゴニアの成長を説明させてください。これはシードです。3ヶ月後にこうちょこっと出て、4ヶ月後にちゃんとした葉っぱになって、こう大きくなって、5ヶ月後成長めちゃくちゃ早いんですけど。以上、ベゴニア博士からでした。ベゴニア何色が一番好き？難しい。あれ、これこれ、あ、この白の横、の下白の横、白の横、え、あれがいいの？あれがいい。マジっすか？合わないね。何がいい？え、真っ赤っかがいい。この真っ赤っかが一番綺麗じゃね。まあ、悪くないよ。悪くないよじゃなくて、くそれが一番いいよ。悪くないよ。合いませんの。悪くないよ。フローティングベゴニアです。これレナさん、水着に着替えてさ、バチャンって入ったらバラ風呂ってあるけど、ベゴニア風呂ってある。みんな怒ると思う。外人だから許してくれるよ。ダメよ。終わりましたね。終わった。の価値あった？500円ぐらいかな。厳しい。私はあったと思うよ。本当になんか見たことない世界に。確かにベゴニアめちゃくちゃ綺麗だったね。すごかった。こちらは、光のトンネル。ドーン。すごい。お昼。お昼になった。急にお昼。昼のようにあった明るい。あと終わりが見えない。あれがめっちゃ長いし、でかいし、何千万個の LED が入ってるのかな。ちなみにドイツにもあるの、こういうイルミネーション。ないかな。日本の文化なのかな。文化かわからない。変な外国人が撮ってます。撮ってます。楽しい。何をタイムラプスするかな。戻る？戻るか。今タイムラプスに設定して端っこまで歩きます。プロジェクションマッピングは、あ、今年も良かった。でも俺は多分ね、去年のテーマのが好きかな。そう、私も去年の方が良かったよ。富士山でしょ。よかった。まあ、今年も綺麗だったけど、うん、毎年これテーマ変わるから毎年楽しめるよね。で、だから毎日聞ける、毎日。おめでとう。毎日毎日じゃねえぞ。毎年ね。最後にソフトクリームタイム。もちろんこれ、あのルタオが出してるミルク味のソフト。ルタオのやつ濃厚で美味しいからね。ありがとうございます。おー、うまそう。はい、濃厚。うまいね、はい、めっちゃうまそうだもんね。見てこれ。はい、そう、このソフトに集中したいからこのビデオを終わらせます。また次の動画で会いましょう。手が空いてないけど、バイバイ。